灯籠流しと大花火大会は、福井県鶴ヶ市の松原海岸で毎年8月16日に行われる大型イベントの一つである。市民のお盆の風物詩として定着しているイベントで、ケヒの松原海岸付近で行われる。最近では、日本海最大級との歌い文句で1万発以上の花火が打ち上げられ、イベントの大型化が伺える。昼間沖合には、 花火設営のための浮島が多数配置されているのが見える。当日は17時までの遊泳として、19時からの開催までには浜辺は見物客で埋め尽くされる。しかし近年はこの大会の知名度が上がり、鶴ヶ市周辺に限らず近畿、中部、北陸などからも観光客が駆けつけるようになり、17時時点ですでに浜辺はシートで埋め尽くされる状況にある。 県内外合わせて約20万人と普段の鶴ヶでは考えられないほどの人が押し寄せるので、この日は周辺が非常に混雑し警備の体制が強化される。自動車の乗り入れ規制はもちろんのこと松林を縦断して浜辺に行く道路が狭いので自転車に乗っての通行も危険であるので歩いて会場入りする。また当日は JR 貨物の鶴ヶ港駅まで 臨時の旅客運送も実施しておることから鉄道でのアクセスもできた。会場では人でごった返しており、迷子になる子供が続出するので気をつける必要がある。浜辺に行って間近で見物する人もいるが、打ち上げ花火に限れば、鶴ヶの戦場地地形を利用して山付近からでも見物できる。ごった返しを嫌ってあえて遠くから見物する市民もいる。例えば、 若狭湾エネルギー研究センターでは、当日夜まで開放をしておりとうまきに見物することもできる。第59回では、当日は、ハーバーステーションの番組が会場で流された。曲穴経験のプロの DJ で、観客の花火待ち時間のイライラを解消する目的も、あった。6時半頃から初めに、市長、実行委員会の挨拶がある。 お盆の行事なので灯籠約6000個が海に流される。灯籠は赤、青、木の3色があり値段は1個500円である。灯籠を流すと同時に僧侶複数人で度胸が行われ、先祖を供養する。ここまで約30分。花火大会は司会の掛け声をもとにカウントダウンで始まる。近年ではレーザー光線や音響を駆使した大規模な舞台装置も設置されている。 また、花火にも打ち上げ花火、スターマイン、水上花火に限らず、メッセージ花火、個人花火、動物花火、芸術花火、との題目で多数ある。打ち上げ場所も以前は1、2箇所に集中していたのが、今では7箇所と増えて幅広となった。これは、浜辺だけでなく、金ヶ崎緑地の方へ、見物客を誘導することで、混雑を減らす狙いもある。 全校定1万2000発で約1時間半になる。1999年以降の各年度の花火大会のテーマと内容は以下の通りである。ありがとうございます。